こっから出たいんですけど。あ、出れたわ。出れたっていうか、奥に入ったっていうか。怪しいバッグ発見。いただきます。で、あんたは？あ、そう。帰っていい？帰れるかな？マジ怖い。あ、帰れるやん。いや、何で戻った？寄付金。ふんふん。じゃあ。はあ。とりあえず飯だけもらったわ。怖かった。なんであれ？怖いわ。あれでもどうすりゃいいんだろう。目的がわからないな。ああ。弱ってる人たちに声をかけていくの？そういうこと？こういう人たち？マジかよ。こんなことしなきゃいけないの？とりあえず一人だけ送ってみるか。めっちゃ嫌なんだけど。まだしなきゃいけないの？マジかよ。いやあ、マジか。なんだ、なんか鳴してるぞ。素晴らしいですわ。この短期間に3名もの仲間を増やしてしまうなんて。こんなペテンが通用すると思っておるのか。わしは病気や怪我をしておる人がいるというから気になってきただけだ。何が寄付だ、何が勧誘だ。こんな人々が心身ともに傷ついているときにその弱みにつけ込みよって、わしは帰る。どいつもこいつも何をするんだ、話せ。さあ、危ないですから中に入りましょう。たまにあんな自分勝手な人がいるんですよ。困ったものです。気を取り直して、あなたの活躍を白陽様にご報告しましょう。白陽様と直接話ができるなんてとても光栄なことですよ。何回か会ってますけど。失礼いたします。ノルマ達成の方をお連れしました。入ってもらいなさい。ノルマっつっちゃった今。さあ、おかけなさい。活躍してもらっているようだね。ありがとう。あ、はい。世間では私のことをペテンシ呼ばわりする者もいる。君もそう思っているんじゃないかい？とりあえず黙って聞いてみよう。あなたは変わった人ですね。ところで、あなたに頼みがあります。何よ。この団体を私の代わりに率いてもらえない？わ、絶対ダメなやつ。そんなこと恐れ多くてとてもできません。そうですか。
それは残念。でも一つ条件があります。その髭引っ張ってもいいですか。あなたはいつでもこの部屋に入れるように皆に言っておきましょう。よく考えてみてくださいね。髭引っ張っていいですか。ならなきゃいけないのこれ。ならなきゃいけないのこれ。マジで言ってる？本当に？本当に？この団体を。確かに僕が率いた方が良さそうだ。やってやるよ。そうですか。これは頼もしい。世のため人のために尽くしてください。頼みましたよ。100ポイントあかんでや。座っとっか。あれ全校ポイントが。ああさすがに無限じゃない。絶対あかんべやこれ。わーい、わーい。てか3000万って。よーし、みんなにこの金返すよ。ほーれ返す返す。あれ返せへん。ちょっとみんなにこのお金配れない。多分1万ずつだったら余裕で配れるでしょ。あなたのような人がいるから世の中が殺伐としたものになるんです。まったくです。いい年してそんなこともわからないのか。代表、これは見苦しいところをお見せしました。このような分別がつかぬ大人は何とかせねばと思っております。すぐに解放しなさい。その人をすぐに解放しなさい。え、何ですって。この男は団体の活動を否定するとんでもない輩です。解放などとてもできるものではありません。いいから、いいからつべこべ言わずに解放しなさい。はい、かしこまりました。おう、やれやれ、ようやく体を動かせるようになったわい。大丈夫ですか。お前さんはこの団体の他の者とは違うようだな。ではこれにて失礼。そっちへは進めないよ。そんなこと、いつ誰が決めたんだ。わしは行きたい方へ行くのだ。すごい男気があるおっさんや。あなたは裏切り者だわ。私たちの活動は尊いものであるはず。なぜそれを否定した。みんな、代表が裏切ったぞ。ただで済ますな。ひぃぃ、物を始末するんだ。ひぃぃぃ、よー。こっちかな。わあ、いっぱいいる。わあ、いっぱいいる。わあ。
わー、あいやー、あいやー、唐揚げ美味しかったです。あー、あ、途中に余震があって兵が倒れてきて、申し訳ないけど私を家まで連れてってくれませんか。いいですよ。わかりました、家まで送り届けます。 ありがとうございます。まっすぐ進めばいいのね。あったよ。あら、お母さん、どうしたんですか、その怪我。あ、そこで塀が崩れてきてね、あ、この人に奢ってきてもらったのよ。京子さん、うちの中で休ませてちょうだい。それとこの人に何かお礼を差し上げたいの。ね、いいっすって。うん、でもお母さん、家の中まだ片付いていないのよ。怪我人を休ませておく場所があるかどうか、それにその怪我、ちゃんとお医者さんに見てもらった方がいいわ。おい、京子。あれ、お母さん、怪我しているのかい。家の中はまだむちゃくちゃなのよ。お母さんを寝かしたら私たちの寝る場所がなくなっちゃうでしょ。でも怪我してるし。お医者さんに見てもらえばいいのよ。病院ならベッドもあるでしょうし。お母さん、どうしたの。せいやはお家の中にいなさい。 すみません、病院まで連れてってくれますか。かわいそうに。すみませんが、息子夫婦に迷惑もかけたくありませんので。わかりました、病院まで連れて行きます。ありがとうございます。おばちゃんごめんね、帽子刺さってて。それじゃ病院に行ってきますね。左を曲がって、曲がった先の商店街を抜けた大通り。はい、了解。まったくふっふっできないか。とりあえず塀は危ないから。おーい、危ねえな。商店街ね。まあ大丈夫、あの人めっちゃ危ないべ。うわお、なんか入ろ、なんかある、パカや。いただきます。他は、あれどうしたん。この辺りにしまってあったはずなんだが。とりあえず抜けさせてもらいますよ。ああ、お、なんだこれ。うん、おいよ、あいよ。コンパスや。わーい。って、抜けられないやないかーい。ここから降りられる？降りられそうだね。さっきの人は？あ、ギリギリ。
怖え。何なの？ここから行けるかな。やった。はいよ。またお前か。うん？お前さんは確か。何が C だよ。くっつきは何を悪さしたんだ。手に入れるわ。これは風呂敷やったね。これだけか。お、でもこれで進めれるぞ。ほう。小僧待ってくれ。そんな早く走れないんだ。どこ？ここ？ひえ。水の中。普通に歩いていくのね、君。秘密の抜け道っていうか、もう、なんていうのもこれ。子供はすごいな。出て右ね。ありがとう。病院病院あった。あれでも無理じゃね。病院行けへんわ。ばあちゃん病院行けへん。ばあちゃん病院行けへん。こっちからよ。ひょー、走れ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 。うぃー、あー、出まーす。危ない危ない危ないよ。すごい危ないよ。ひまわり総合病院着きました。おばあちゃん着いたよ。あ、もうここから歩いていくのね。あれ、さっきのガキどうしたん？口なし小学校。はあ、最後まで面倒見るぜ。はあ、どこですの？リアカー貸して。リアカー乗ってこぜ。あ、そう。そうっすか。あ、行きまーす。セーブしていきましょう。